曲作りをしていてメロディーとコード進行はできたけどアレンジどうしようか迷うことってありますよね。そんな時はパフォーマンスモードを活用することをお勧めします。ちょっとやってみましょう。こんな風にピアノで弾いたのと同じようにパフォーマンスモードを活用してみましょう。さらにオーケストラまで。512個のパフォーマンスにはいろいろなアレンジのヒントがあります。パフォーマンスはカテゴリーサーチでジャンルごとに探していきます。もちろん自分なりにエディットをしていけばその可能性は無限大です。